よし。時間ないよ、時間ないよ。13時44分、20、21、22、23、24、25、26。やばいやばいやばい。おう、いいっす。お疲れさんです。これから下北半島にでも渡ろうかと思って。あれ本当ですか、これですか。ね、もともとそういうつもりで、うん、いたんで、絶対同じフェリーになるだろうなと。ああ、同じですね。昨日泊まったんですか。ん？昨日は結局道の駅に。道の駅。うつ。やばいやばいやばい、時間があんまり。そうですね、あと15分ぐらいですね。フェリーで、つがる半島から下北半島へ今回はフェリーに乗船するところだけです。読み上げがならない。あ、来た。さあ急がな。ちょっと待ちよ、ちょっと待ちよ。よし来た。お待たせしました。傾きどっちだ。あ、どっちでもいいか。とにかく早く行かないと。いろいろ準備してたらフェリー乗船13分前です。チケットは買ったんであと乗り込むだけです。やっと。あ、そうだ、これ、充電できたな。よし、じゃあ行きます。昼飯うまかったです。なんだろう、あの充実具合は。ご飯もおかわりしました。で、乗船名簿というか、あの住所とか名前まで書くタイプでしたよ、ここのフェリーは。全員が海で溺れた時にちゃんと身元照会できるようにでしょうね。よから何品、確か9品あったのかな。デザートもですね、柔らか杏仁としか書いてなかったんですけど、表面になんかマンゴーか何か果物の、果物を砕いて、なんだろう、ジュースじゃなくて、なんかめちゃくちゃうまかったです。まあ、こんなところって言ったらあれですけど、やたらうまかった。沈没船。おう。名前住所。30分ぐらいのフェリーだったら何も書かずにいきなり乗り込みますよね。中里観光、どこだろう。で、このチケットもですね、自転車と人間とあと乗船名簿を合わせて、全部で6箇所に判子してました。あ、お願いします。マグロ、よいしょ。自転車からもうとりあえず蓋入るとか全部消したよな。はい、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 
ました。よいしょ。はい、先生、ご飯ですよ。あ、これで。あ、おー、いや、ここに傾けて止めてある。じゃあ、お待たせして、飛び出た、ちょっと前回に続くか。また階段だ。上暑いでしょ。あ、急な階段だからな。はい、持ちました。よいしょ。江南バスって言いました。こっちかな。独特の、あ、車を置くとこ、車が乗るとこですよね。あ、こんだけか。上のスペースこんだけか。で、なんでみんな日陰に。これカメラです。カメラ、ええ、どうやって映すの。いや、いや、これだけでもう撮れてるんですよ。シャッターどうやって切るの。あ、ボタンがあって、ここ、あ、そこで適当に押すの。ええ、もう撮りっぱなしです。はあ、それこれ何。こっちはあの生放送中なんですよ。インターン、いや、あの趣味でやってるだけです。あ、趣味なんで、こうしてあの無断で顔映さないようにこうしてます。こっちはビデオカメラで、うん、こっちが生放送です。ええ、すごいね。で、いろんなところ走ってるわけ、ええ、自転車で走って。日本中。まあというほどでもないですけど。で、今どっから来たの。ええ、あ、横浜に住んでるんですけど、青森に新幹線で袋詰めして自転車持ってきて、うん、でぐるっと回ってるんですよ。今ここ回ってるの。ええ、今どっちで、ね、ここから今度どっち行くの。恐れたの。は、そうですね。下北の大間崎の方に。あ、大間崎の。ええ、あ、なるほどね。下北半島。そうです。あ、回ろうと思って。あ、で、なんで皆さんここに並んでるんですか。暑いからさ。あ、外を展望見たいけど。あ、なるほど。これしかスペースがない。ないじゃないですか。ですね。サービス割りは、普通のところは大抵の船はさ、こういうところにさ、ありますね、椅子が。ベンチぐらいあるじゃないですか。ベンチってこんな折りたたみの椅子ぐらい。そうですね。これないでしょ。サービス割り。もうここに立って見てるしかない。ええ、失礼しました。いや、サイバーサイクリスト。それ何やってんのって思いっきり言われましたよ。で、8時かな。まだあと8分あるか。確かにこれ暑いな。ベンチ、今言われたようにあのベンチないんですよ。椅子も何もない。だからみんな日陰に立ってるしかない。室で、これ放送が終わったら、私は中に引っ込んで一眠りします。醍醐味ですね。あと、お、命に生きてる救命胴衣とかなんかうまいこと言ってるような。そうでもないか。で、カメラの向き上下大丈夫ですかね。サービス笑いまで聞こえてたか。でも確かにそうなんですよね。この通り全然なんか外で展望、ゆっくり展望するための椅子も何もない、屋根もないですからね。これ本当になんかそのもっとなんか長い航路を走ってた船とかなのかな。あ、客室の中にあるんですよ。あ、あります、あります。多分あのクーラー効いてると思います。この状態で今船内で歩いてますからね。見えますか。フォーマー行ったらとりあえず寝ます。で、あともう一つ、あの一応報告なんですけど、今日泊まる場所決めました。フェリーターミナルのほぼ同じ場所。
フェリーターミナルから1キロの場所にユースホステルがあって、そこに電話したら今日廊下のニスを塗りたてでペンキだったかな、匂いがかなりきついと思うんですけども大丈夫ですかって言われて、昨日は船虫とは言わなかったけどキャンプ場の炊事場に泊まったような人間なので大丈夫ですって言ってきました。で、夕食も朝食も、あ、よくない、よっと、どれどれ、あー、上り速度いってないですね。じゃあ通常走りに変えるか、よっよっ、これで通常配信にしました。上り速度出てね、全然ダメだ。なんだろうこれ、パソコンで見れる、あ、これを使って、ここの映像をインターネットで送ってるんですよ。送ってんので生放送中で見てる人がここにいろいろ文字列をコメント送ってくるんですよ。すごいことしてんだよ。ちょっと見づらいですけど、で、こういうふうにヘルメットの上の映像を、ちゃんと見てる人は何か言ってくんだよ。あ、声だけ通ってるな。今ちょっと映像は電波悪くて言ってないんですけど、声は言ってるみたいですね。あ、本当。で、全国見てる人、前は多分50人100人ぐらい見てるんですけど、この映像見てるわけ。で、このマイクの音も全部言ってます。聞こえてるの、ね、だから今個人情報言っちゃダメですよ。そうか。で、今このフェリーが出るところを映して、で、まあ、30分後には放送終わってもう中で寝ますけどね。あ、放送ね。ねえ、インターネット放送。あ、251には延べかな、ちょっと字が小さくて見えないですけどね。こんにちはって言ってますね。素晴らしい。これはこっちにしか聞こえてないんですけど、外に出せばよっ、文字が小さいから聞こえないな。周りがうるさくて全然聞こえないですね。全国で見てる人がコメントを打ってきて、それをコンピューターが読み上げて私は聞いてるんですよ。あ、ダメだこれは、外じゃ聞こえない。じゃあ先方の人の声があなたに聞こえてるわけだ。パソコンで文字打つと、それをこっちで受け取ってコンピューターが読み上げるんですよ。文字を言葉にするんだ。これが読み上げて。なるほど。なんかおじさんこんにちはって声だけで言われてるな。東京から見てますとか言ってますね。で、これで自転車旅行しながらやってるんですよ、こういうこと。素晴らしい。それはどっか何データ送ってんの、新聞。あ、これ個人の趣味でインターネットの生放送です。みんなに見させてるわけ。そうです。石川から見てますとか、これマイクの声も言ってるんで、周りでこう聞かれてることがみんなに分かってるんですよ。沖縄から見てます、四国から。安心してあげてるわけだ。自転車旅行 の、 その自分が面白いんで、それを人にも感染させたいの で、 で、あなたみたいな人いっぱいいるんでしょ。そんなにたくさんいないと思うんですけど。みんな見てんだ。みんなこれ見てるのは家で見てるんですけどね。こっちはビデオカメラで、こっちが生放送送ってるカメラなんですよ。あなたはどこから来た。私は神奈川というか横浜のあたりに住んでいて、で、10日休み取って今日5日目なんですけど、こっちまで新幹線で袋詰めして自転車持ってきました。我々横浜から来た。あ、そうなんですか。私は中山の中山です。あ、中山。ええ、我々東海千葉のあたり。隣駅じゃないですか。隣じゃない。そうそう、私中山の方に住んでるんですけど、休み取ってこっち来てます。あ、休み。え、皆さんはこうやれば顔映らないから大丈夫です。お勤めなの？社会人です。もう40過ぎてるんで。じゃあ、休暇取って。はい、あ、そうです。お休み取って。9泊9日。あ、9泊9日じゃない、9泊10日。野宿してんの？そうでもない。野宿半分と宿半分で、昨日はキャンプ場の炊事場で、周り全部船虫の状態でテント張って寝て、今日は渡ったところにあるユースホステルって宿があるんですよ。こっちに泊まります。すごいね。天気がいいからいいじゃね。そうですね、昨日まで雨ばっかりだったんですよ。あ、雨だった。おとといは集中豪雨でなんか記録破ったらしいですよ、この辺り。まあ、正確に言うと大変だったじゃん。はい、大変だったじゃん。大変でした。しかもこんなことやってるから放送はできなかったです、雨が降ってる間は。
ご苦労さん。あ、来た来た。映ってない。電波が足りない。声だけ言ってます。あ、声だけ言ってるんですか。じゃあ、あいつ誰だみたいな感じですか。さ、桜井さんです。あ、どうも、もう準レギュラーじゃないですか。声は言ってるのかな。今もう、すごいな。ほとんど皆さんと話をしたんじゃないかな。聞こえ、あ、見えた。あ、上り速度が一時的に上がった。すごい。こちら栃木、栃木名産、あれ、レモン牛乳アイスでございます。なんでレモン牛乳がこんなところに。そこの切符売ってるところに売ってました。なんでだろう。見えてますか。あ、すごい、いっぱい来ましたね。いたいた。さっちゃんって名字をそういう略し方あるのか。初めてやります。発車しました。あ、動く動く。あ、14時になりましたね。こっちもうちょいでバッテリー切れるんで、もう出るとこだけです。なるほど。ソフトクリームくれって言ってる。ちゃんと映ってるな。電波体質だから映ったって言われてる。写真写真。じゃあ桜井さん一緒に、いや、さっきあの直前に会いました。やっぱりっていうことで。おお、撮ってる撮ってる。外で中継？ん？外で中継？うん。あ、そう、峠の頂上、ほんのちょい手前で会いました。おお。よいしょ。よいしょ。夕暮れ、あ、そうそうそう。ママチャリの人、ママチャリ変速なしで峠越えてきてましたよ。あ、名刺渡してます、昨日。おバッテリー、あの宿、ユースホステルでちょっと充電して出る手もあるんですけど、15時に着いてチェックインして、まあ、15時半で、そこから片道 7,8 キロの行き止まりの漁村に行ってこようと思うんですよ。そこは放送はちょっと無理かな。まあでもちょっと本体バッテリーに10分だけでもやってみようかな。そしたら少し延命できる。そんな人がいると思ったらテトラポットの上で釣りしてんのか。おー、みんな見てる。あ、電波なくなったな。忘れ物ないよな。大丈夫だよな。電波全くなくなってるな。もったいない。せっかく出航のタイミングなのに。残念、答えてくれない。うわ、すごいところで作業してんな。半分海使って作業してる。見える。ああ、ちょっとで、あ、急になんか上り速度上がった。なんで。ご乗船の皆様、本日は仏湾フェリーフェリーかもしかをご利用いただきまして誠にありがとうございます。どういたまして。本船はただいま津軽半島蟹田港を出港し、下北半島脇の沢港へ向け航行しております。所要時間はおよそ1時間です。脇の沢港に到着の予定です。それでは船内施設にご案内と申し上げます。 FMLでも行けるぐらいだ。これだ。船内1階は車両コーナー。せっかくだから FMLに切り替えますか。2階が2等客室の特別室になっております。特別室。客室内は全席禁煙となっております。喫煙所
所は2階です。速度バリバリだ。離島客室から特別室へお移りになられるお客様は、後ほど係員が回りました際にお申し付けくださいませ。ませ。トイレは客室の中央にございます。中央か。また自動販売機は離島客室の後方と特別室の前方に備え付けてございますので、ご利用くださいませ。本船は非常の場合に備え、救命胴衣は離島客室内座席の下と前方のロッカー内に、特別室は座席の下に備え付けております。救命胴衣の着用方法と非常時の際の脱出経路図はそれぞれ客室内に掲示しておりますので、早めにご覧いただきますようお願いいたします。早めに。なお、本船が安全に航行するため、立ち入り禁止区域の表示場所には立ち入らないようご注意ください。もうすぐ電波切れると思います。また船内の非常用器具、公式などへはこれ映さなきゃ、手を触れないようお願いいたします。本船は船長はじめ乗組員一同、安全には十分の配慮をいたしておりますので、これからしばらくの間、ね、ごゆっくりおくつろぎくださいませ。おくつろぎくださいませ。ですね、自転車が700円か800円ぐらいで、大人が1470円で2300円ぐらいだったかな、1250円だったかな。あぷん、じゃあちょっと FMLE に変えてみますね。ちょっと待ってください。そう、1時間にしてはちょい高いかなと思ったんですけどね。じゃあちょっと一旦切れます。電波さっきからバリバリなんですよね。ものすごくいいです。お、繋がった。さあどうだ、いかがでしょう。見えた、上り速度バッチリだな。今までの中で一番いいぐらいだ。最後の姿に、お、どうした今の、今のペイント何、バッチリですね。あ、ビデオで撮ってますね。さ、桜井さん、はい、ビデオで撮ってますね。あ、撮ってますね、みんなのためにまだ撮ってるんですか。サークル、ね、まだ、あと9分、あ、もうギリギリですね。電波いいな。さ、桜井さん、年配の、そうですね、あの大人の休日なんとかっていう切符使ってる人が多いんじゃないかな。船にアンテナ回ってますよ。そこでフルノって書いてある、フルノ。あ、ラグがあるな。あ、綺麗に見えてる。今ここ、あ、今ここ何のサークル、お笑いサークルだそうです。確か、アルファベット3文字かなんかで、WPS、 はい、WPS で、何の略かは私はまだ聞いてないが、 WPS、 WPS 何の略かは分からないんですね。分からないですか。なんか昔からそうだっていうことしか知らないです、WPS は昔からそうだからそうなんだそうです。先輩が確かそうです。なるほど。いやー、うわー、すごい自悪、ちょっと待ってください。あ、動いてた。吉川さんです。サイバーサイクリストの。あ、覚えられてる。いや、こっちつぶってるのは癖なんで、ウインクしてるわけじゃないです。あ、そうなんですか。なんでですか。眩しいと左目閉じるんです。オンリーですか。左目だけ。レフトオンリーで閉じるんですか。絶対に。変わった癖ですね。Wi-Fi プロテクテッドセットアップ違うな。
がどこ行くんですか、下北行った後に。大間崎は行きたくて。ですよね、行きたいな、行きたいけど行けないかもしれない。あっち行ったらアップダウンがどんだけあるか。あ、まだ調べてないんですよ確か大間崎まで 7,80 キロぐらいもっとあったかな。1日で行けるかどうか。1日でですもんね、暑いな。漫才とかするのか。漫才ですか。どっちもやりますけど、主に漫才ですね。主に漫才。さらば津軽、そうですね あちこちあの風力発電の風車がちらちら見えますね。ですね、来る時もちょくちょく見えましたよね、うん、風が強いっていう。戦場漫才、私ができないからお、直進始めた。さっきちょっと曲がってたけど、これ今下北半島に向かってます。今ここ出したけど、それで分かりますかね。さらば津軽、GPS は、あ、 GPS の場所が海の中で何にも周り表示されてないな。あ、海の上いますかね。あ、なんか GPS に書いてあるルートを、回路を外れてるんだけど、これいいんですかね。見えますか。ダメか、ちょっと音フォーカス合わせるか。なんか航路外れてますよ、この船。よっと、ほら見えますか、航路外れてんの。あ、見えないか、反射で見えないか。手動フォーカスでこれで、ほら外れてますよね。旅行好き、旅行好きです。再開は、あれまだ飛んでた。なんか切り替わってないな。助けよう。よっと、漫才なんか座り込んでる。よいしょ、飛び込まないよ。北朝鮮は遠いな。あー、若者らしい、なって若者らしい。そう、WPS の方です。あれ今映像言ってますよね。なんかあのコメントが完全に映像を無視してるように見える。外れてますよね。で、やっと来た。あー、もうだいたい人少なくなってきたな。速度22、あ、そんなもんですか。航路、あー、なんかラグがあるのか。でもあれ下北半島だよな。なんかすぐ近くに見えるんだけどな。そっから出てきて、半島の北に北海道行き。今ここでも分かりますかね。不思議だ、なんで外れてんだろう。22キロ私より速いな。うん、やっぱり外れてる。今ここで分かりますよね。あ、波次第、なるほど。なんか真横に行ってるな。不思議だ。この後今ここがどっちに向かうか、の放送後も見ていれば結論分かると思いますよ。ちゃんと下北半島に行くのか、なんか知らないところに行くのか。風の、あ、近道、体験航路的な、体験コースというのかな、あれは。ぜひ通って。謎の後ろ姿、あ、やっぱラグあるな、ラグあるな。上り速度こんなに出てんのになんでラグあるんだ。まあでもとりあえず映像旅行だけど、なんかラグひどいですね。ラグひどいなあ。残り3分。とりあえず WPS のサイトは昨日 URL 出たんですけど、彼は何かその、何かじゃないや、ネットにできるだけさらされた方が多分いいのかな。さらされるって言い方で表現良くないな。
青函連絡船はもうありません。確かないですよね。あれまだフェリーとしては小さい規模で続いてることになるんだっけ。さすがに30分、まだ真横。暑い。風がそんなに来ないから、いやもうないです。次枠は PC 本体のバッテリーしか今残ってなくて、あと 54% か。まあ1時間弱は持つかな、これだけ乗るのに。あ、逆にニューヨークだからこれだけ乗ってる。しかも観光客だけじゃないですか、これほとんど。地元っぽい人あんまりいないな。バミューダ、あ、上り速度が不安定になってきた。あ、これはあのインターネットで生放送中なんですよ。こっちが小さいカメラがその生放送で、上はあのビデオカメラでまた別に撮ってるんですよ。で自転車旅行を人に見せながら走ってます。で今船内でもこんなん被ってるんですよ今。あ、船内。あ、この後放送終わったら脱いで寝ますけど。あ、ええ、日本一周する。いや全然、あの10日休み取ってきてるだけです。どこから来たの。あの住んでるの横浜 で新幹線で自転車を袋積みして持ってきて、で青森を回ってます。今日5日目で残り5日間です。あ、ええ、学生さんか。あ、いや40歳です。40歳です。本当会社員の40歳です。あ、ええ、まあ、格好が結構若く見える格好してるのもあるんですよ。ああ、ええ、うちの、ねね、あ、自転車。自転車乗ってるから。あ、そうなんですか。あ、ちらちら見えてる。あれ、追い切れてない。で今見てる人があのコメントを打ってるのが私耳で聞こえてるんですよ。なので人の顔を勝手に映してると、あのみんなが好きかって言うから良くないんですよ。どちらから来られたんですか。愛知県です。あ、愛知の方、結構遠いですね。うん、あ、ありがとうございます。あ、じゃあお疲れ様です。あと4秒か。お疲れ様でしたって、これ多分行かないな。お疲れ様です。ああ、あ、愛知までですな。愛知まで行ってたか。あー残念、放送の最後のところは多分コメントいかなかった。コメントというか音声いかなかったな。あー内心、まあそれはあるかな。じゃあ危ない危ない危ない。 GoPro の方も一旦これで終わります。上陸するときにやるかもしれないですけど、あれまだ来てた。では